未来のアラブ人とは、シリアの血を引く、フランス人漫画家リアド・サトゥフによるバンドデジネ作品。作者の幼少期を描いたメモワールであり、2014年に刊行された第一巻は、アラブ社会主義体制下にあった1980年前後のリビアとシリアで過ごした6歳までの経験を扱っている。この巻は、アングレーム国際漫画祭の最優秀賞を受賞した。 22こと5以上で刊行され、世界で200万部を売り上げるベストセラーとなった。2019年には日本語版第1巻が出された。反アラブ主義に傾倒していたサトゥフの父親は、強い指導者と教育によってアラブ世界が生まれ変わることを夢見ており、息子を未来のアラブ人として育てようとする。冒頭では、アラブを変革するぞ。 宗教に頼らず教育で近代化を目指すんだ。僕なら、いい大統領になるよと宣言する。その後アラブ世界が辿った歴史は、すでに明らかだが、作中では、後世の観点による解説や論評は、最小限に止められ、作者が実際に見聞きしたことが、幼児の目線でユーモラスに表現されている。アダム・シャッツは本作を、幼児の目に映った時代の空気を再現した。 半アラブ主義の失われた未来へのタイムトラベルと呼んだ。作者リアド・サトゥフは長いプラチナブロンドの髪をした愛くるしい幼児として描かれる。1978年にフランスで生まれたリアドは無口なフランス女性クレモンティーヌと大現相互癖のあるシリア男性アブデル・ラザック・サトゥフの第一子だった。二人が親しくなったのは ソルボンヌ大学のカフェテリアで女性の気を引こうとして空回りしていたアブデル・ラザックにクレモンティーヌが同情したのがきっかけだった。フランス語を妻に添削されながら歴史学の博士論文を書き上げたアブデル・ラザックはオックスフォード大学からのオファーを蹴ってリビアの大学で教えることを選び1980年に妻子を連れてトリポリに渡った。リビアのムアン・マルカダフィ首相は ジャマーヒリア体制を唱え、私有財産制を廃止した。それはつまり、どの住宅にも鍵が取り付けられておらず、自由に占有して構わないということだった。サトウフケが支給された住宅は留守中に乗っ取られてしまい、外国人向けの団地に移ることを余儀なくされる。幼いリアドは、カダフィ政権のプロパガンダや、食料を不足と配給の下で、日々の暮らしを送る。 やがて異なる社会階級の間で職業を交換する法律が制定されるに至って、アブデルザラックは2年間に及んだリビア生活を断念する。一家はクレモンティーヌの実家に一時寄宿する。昔ながらの生活が残っているブルターニュの田舎で、リアドは祖母から昔の体罰の思い出を聞かされ、中世のような質素な暮らしを営んでいる年配の隣人と出会う。 アブデル・ラザックは、祖国シリアの大学に職を得て、ホムスに近い故郷の村テルマーレに移り住む。一家は、親戚一同に迎えられるが、金髪のリアドは二人のいとこに、ユダヤ人と罵られて、暴力を受ける。父親同士の間にも、財産をめぐるさかいが存在する。この土地でリアドは、性別や、宗派の分断、検閲、汚職、劣悪な衛生状態。 ひどい貧困を目の当たりにする。ここでも指導者、ハーフィズ・アル・アサドは、個人崇拝を強要しているが、カタフィに比べて、あまりかっこよくないし、ずる賢く見えたと感じる。アブデル・ラザックは、リアドを地元の学校に通わせようとするが、クレモンティーヌは、子供の集団が犬をなぶり殺しにしているのを、目撃して動転し、通学に反対する。一家は前触れなく、 ウルターニュに戻る。リアドは解放感に浸り、フランスでの新生活に期待する。オフショア銀行口座からリビアでの給与を引き出したアブデル・ラザックは故郷に念願の大邸宅を建てようと計画する。リアドは夏休みが終わったことを知らされ、いじめっ子の待つ学校に通わなければならないと告げられる。本作は作者リアド・サトフにとって最初の自伝的コミックである。 サトゥーフはアラブ系作家の枠にはめられることを嫌っており、それまでバンドで死ね作家、映画監督として活躍しながら作品に民族的アイデンティティを取り入れてこなかった。あるインタビューではアラブ系を売り物にするにはプライドが高すぎたのかもと言っている。しかしいつか回想機を描くことは頭にあった。2004年には同業のジョアン・スファールの勧めによって、 100%時点のティーン向け本がサーガンシジョンを描いている。この作品は、リビアとシリアにおける貧困や学校での体罰を扱っていた。しかしサトゥフは、同作の出来に満足しておらず、未来のアラブ人を観光するにあたって、同じ題材を納得のいく形で書き直そうと考え、出版社の在庫を買い取って絶版にした。2011年、サトゥフが、 シリアの家族をフランスに呼び寄せようとしていた矢先にシリア内戦が勃発した。移民局との交渉は極度に込み入ったものとなった。マンを覚えたサトゥフはこの経験を作品化しようと考え、物語をそもそもの初めから語らなければならないと思い至った。それが本作を執筆した直接的な動機だという。当時、サトゥフは近未来のアラブ世界を扱った s f を 放送していたが、自身の体験をメインにして描くことに決めた。内戦のニュース自体も大きな衝撃であり、全てが崩壊する思いに駆られたという。自身の経験からは、シリアの将来に他国のような希望を持つことはできなかった。後に、テレビのトーク番組で、僕がこの話を書かなければ、本当はどうだったのか伝える人がいなくなってしまう。心のどこかで、 一族があんな暮らしをさせられていたことが許せないと思っていると述べている。現書第一巻が刊行された2014年頃はフランスにおいてムスリム移民に関する社会不安が高まっていた時期だった。翌年1月にはシャルリー・エブド氏を対象とするムスリムテロ事件が起きた。サトゥフは直前まで同志で連載を持っており犠牲者の多くは知人だった。サトゥフは シャルリー氏の挑発的な風刺性に同調しておらず、テロの引き金となったムハンマドの風刺画にも関わっていなかったが、同志唯一のアラブ系バンドでシネ作家として移民問題やアラブ情勢への意見表明を求められることは避けられなかった。本作もそうした観点から過剰に政治的な意味を読み取られることがあった。サトゥーフは本作が 中東一帯やシリアの情勢を解説するものではなく、家族の個人的な体験に過ぎないと主張し、インタビューで政治的な質問を向けられると、ほとんど倒壊的に振る舞った。サトゥフは表現の自由を強く支持しているものの、フランス国内で、私は、シャルリーというスローガンの下で、シャルリー支への連帯が叫ばれ始めると、そこに、シリアで見たのと同じナショナリズムの影を感じずに、 いられなかった。作者は、見たものをそのまま受け入れる幼児の視点によって、大人が目を向けない矛盾や不合理を浮き彫りにすることが、できると語っている。独裁者への個人崇拝や過激な政策も、幼児にとっては当たり前にそこにあるものである。子供は、判断を下さないし、親は偉いものだと思ってる。幼児の視点で見ると、リビアでは、どこにでもカダフィがいた。 いろんな制服を着て、ものすごく、かっこよかった。ロックスターみたいだった作者は現在でも幼児期の、体験を鮮明なイメージとして思い起こせると述べている。記憶は、視覚や聴覚、嗅覚と結びついており、それが、作品に反映されている。幼い撮フは、周囲の人間を、香水や、お香り、汗や傷んだ食べ物のような特徴的な匂いで、認識する。インタビューでは、 僕が好きな匂いをさせる人たちは、大抵僕に一番優しい人たちだった。今でもそうだと語っている。父と共に食べたクワの実の味や、朝早くに聞いた、祈祷の声も生き生きと描写されている。制作にあたっては、歴史の調査は行わずもっぱら記憶に頼ったという。作中で、歴史的、社会的背景が説明されることは、ほとんどない。あるインタビューでは、 幼児期に聞いた言葉の意味までは覚えていないと言っており、作中の会話の多くは執筆時に再構成されたものである。作中における幼い主人公の経験が現在の作者の視点を強く反映している。可能性は数人の評者によって指摘されている。作者は不正確な部分があっても構いません。自分のために描きたかったのですと語っている。 新聞漫画を思わせる単純で誇張された絵柄が用いられており、子供の感覚を呼び起こすと評されている。人物の目はしばしば点で、眉は一本の線で描かれ、表情は豊かにカリカチュア化される。サトゥフ自身は画面の中で特に小さく描かれ、幼児期の傷つきやすさや周囲との異質性が強調されている。前編を通して、ページはシンプルに三段にこまわりされており、 一段ごとのコマの数が時間や集中力の持続を表している。作者はこのスタイルを効果的に用いて微妙なニュアンスを作り出している。絵は基本的に白黒の線画で描かれ、さらに1から2種類の色で彩色が施されている。フルカラー印刷の時代には簡素に見える。このスタイルはセスやダニエル・クローズ、ベン・カッチャーによる90年代の作品を思わせる。 本作はナショナリズムを一つのテーマとしているため、それぞれのショーのカラーパレットは、舞台となる国の国旗から取られているという。例えばシリアのショーではピンク、赤、緑の3色が使われる。シーンの基調となる色は、フランスはブルターニュの海にちなんだ青、日差しが強くて暑いリビアは黄色、鉄分を含んだ土地のシリアは赤と決められた。これにより、シーンが映るたびに、 画面の印象がガラリと変わり、文化の全く異なる国を行き来する主人公の感覚をうかがい知ることができる。事物にも決まった色があり、ラジオや群帽は赤、テレビ画面は緑で描かれる。また赤い吹き出しは怒鳴り声や暴力と、緑色は非言語コミュニケーションと関係づけられる。幼いリアドは父親を英雄視するが、アブデルラザックの描かれ方は単純ではない。 高等教育を受け、高い理想を持ち、愛情深い父親でもあると同時に、シリア社会の偽善性、性差別、人種差別を受け入れてもいる。妻と子供に対しては、不権的に振る舞う一方で、母親や兄との関係では、幼児のようになる。世俗的な近代人として酒や豚肉を口にするが、息子には、コーランの読み方を学ぶように言う。このような父の姿は、 本作の大きな部分を占めている。作者は、父の中にあった近代と因襲のパラドックスを表現したかったと述べており、良い面も悪い面もそのまま描いたという。アブデル・ラザックは、自尊心を傷つけられた時に、花を描き、匂いを嗅ぐ癖があり、物語が進むにつれて何度もその姿を見せることになる。アブデル・ラザックは欠点こそ多いが魅力ある興味深い。 人物だとする批評価は多く、アダム・シャッツはニューヨーカー史でこう書いている。ユダヤ人、アフリカ人、そして何よりシーア派への暴言を考えに入れても、アブデル・ラザックには奇妙な愛らしさがある。アラブのアーチーバンカーといえる本書の大きなドラマは、リアドの冒険ではなく、その父親がゆっくりと伝統に屈していく姿にあるライラ・ララミは、 ニューヨークタイムズ紙への寄稿でサトゥーフの父親アブデル・ラザックの描かれ方を取り上げ、若い理想主義者から、権威主義的な、しかし無力な偽善者への右翼曲折を論じた。母親の描写があっさりしている点は、作品の短所として挙げられることもある。作者によると、現実の母親は、その世代の多くと、同じく主婦として、家庭を守ることを良しとする女性だった。 彼女はブルターニュのカトリック家庭に生まれ育ったが、結婚してからは夫の決断に従ってリビアやシリアに同行し、現地のイスラム社会に混じって生活した。作中のクレモンティーヌも積極的な役割を果たすことは少ないが、家族の中では冷静な存在として描かれており、カタフィの政治思想に共鳴する夫に目を丸くする様子は ザ・シンプソンズのマージに例えられている。アーシュラリン勢は、アラブ社会の不合理を内部から観察するクレモンティーヌが西洋人読者の視点を代理していると述べた。アーシュラリン勢はいくつものディスパリティがこの物語に緊張をもたらしていると述べ、その例として、幼く無知なリアドと知識のある読者や父親、あるいは当時のアラブ諸国にあった希望と空洞化した現在を挙げた。 サトーフの父は息子に未来のアラブ人を夢見たが、その息子は一切のナショナリズムを嫌をするコスモポリタンに育った。作者は単一のイデオロギーに沿って書かれた作品よりも二通りの解釈ができる作品が理想だと述べている。本作の父親が不愉快で最低だと思う読者と人間的な弱さを持った心を打つキャラクターだと考える読者が、 両方いるのが望ましいという。サトゥーフは、アズマヒデオの、失踪日記不都合版を愛読書に挙げている。アルコール依存症やホームレス生活の悲壮さを包み隠さず、それでいてユーモラスに描いた同書が、私自身の物語を描くための勇気を与えてくれた、と言っており、過酷な現実、辛かったり悲しかったりする思い出を、どうコミカルに描くかという点で影響を受けたという。 ショッキングな出来事でも、善悪の評価を交えず、怒った通りに描き、判断を読者に任せるストーリーテリングのスタイルは、水木しげるから強く影響されている。作為を廃止、なおかつ強烈な読書体験を与える、水木の次元漫画は一つの理想だという。本作の第二巻を描いている間は、水木のコミック昭和詩を読み続けていたとも語っている。 その他本作の参考にした作品としては、クリスウェアや、タンタンの名を挙げている。2015年のアングレーム国際漫画祭で本作に授与されたトロフィーを持つ作者。未来のアラブ人言語版は批評家から称賛され、政治傾向の左右を問わず各マスコミから高い評価を与えられた。あまり、バンドでシネを読まない層にも浸透し、作者、サトゥーフにとっても、 観光時点で最大のヒット作となった。イラン革命を体験した作者による自伝的グラフィックノベル、ペルセポリスやホロコーストを扱った古典マウスとは比較されることが多い。第1巻は2015年アングレーム国際漫画祭の最優秀賞を受賞した。翌年にも第2巻が同じ賞にノミネートされている。 2019年時点で22こと後に翻訳されており、フランスの他イギリスのベストセラーリストにも載った。アメリカの出版業界誌、パブリッシャーズ・ウィークリーは、自伝的グラフィックノベルなど、複数のベストリストに本作を載せている。イギリスのガーディアン誌でも第1から3巻がそれぞれ、グラフィックノベルの年間ベストリストに挙げられている。ルモンド氏は、作者リアド・サトフが、本作で、 同じ世代の漫画家の中で最良の一人であることを証明したとしている。アーティストでアカデミー監督賞を受賞したミシェル、アザナビシウス監督は本書を次のように推薦した。本気で面白く、指すように率直なリアドサツフが語るのは、風変わりで悩み多きい家族の壮大な物語である。優しさ、視力深さ、鋭い明晰さを持って書かれた未来のアラブ人は、形式を超えて、 文学の傑作となる本の一冊だ。ニューヨークタイムズ紙は本作を洗練された絵で描かれた数奇な体験談の数々は衝撃とのボーダーライン上にある心がざわつく必続の一冊と評した。シリアに滞在した経験がある漫画家山崎まりは本書がアラブ世界の理解を深めてくれる興味深い作品だとした。不思関係を扱ったメモワールファンホームの 作者アリソン・ベクダルは、サトゥフは、チャーミングで力強い絵によって、また息息と再現された感覚によって、複雑で腐敗し、妄想に満ちた不可解極まる、大人の世界が、子供の目にどう映ったかを教えてくれると述べている。日本語版、第1巻は2020年に、第23回文化庁、メディア芸術祭漫画部門で優秀賞を受賞した。審査員の川原和子は、 ケウな体験の貴重な記録とともに表現の巧みさを称賛した。フリースタイル誌のザ・ベスト漫画2020この漫画を読め、特集では6位に挙げられた。アラブ研究者を中心とするフランス知識人層の間では、来世の伝統が反ムスリム感情と結びつきがちなフランスの社会状況において、本書がアラブ世界の負の面だけを素朴に描き出したことを批判する向きもある。 本作が人気を集めた原因を白人の優越感を刺激するマーケティングに求める論者もいた。クリス・ルーインズ・チクマによると本作のユーモアの多くはシリアの子供がイスラエル兵の人形を斬首する描写のようにアラブ人の奇妙さや残酷さを笑いのにする形をとる。シリア社会がこのように軍国的になった歴史的経緯は語られないため読者はそれが アラブ人本来の正常だと思いかねない。作中でアラブ社会の良い面が描かれることもほとんどない。ロラン・ボヌフォアは本作がアラブ人は汚く、暴力的で、後進的で、例外なく愚かで、そやで、顔面で、言うまでもなく反ユダヤだというオリエンタリズム的な偏見を強化すると書いた。イブ・ゴンザレス・キュハノはサトゥフをトークンアラブ人と呼び、 悪質な差別的内容であってもアラブ系の作者が書いたことで受容されてしまうと述べた。フランス国外でもアラブ圏の漫画家の中には、レワノン人、レナ・マーハジをはじめ本作を批判する者がいる。作者は人種差別的な意図を否定しており、シリアのテルマレーもフランスの教理も人々の考え方や文化面で共通点が多いと述べている。それらの間の最も大きなギャップは、 経済格差だという。パレスチナ人の作家、外交官、エリアス・サンバーは本作を弁護して、面白くて、共感のこもった作品と呼び、問題は、フランスの読者がたった一冊の本を読んだだけで、シリア社会を理解した気になることだと述べた。ジャンピエール・フィリューは、本作が、カダフィやアサドが思い描いた、未来のアラブ人ではなく、現実のアラブ人が受けている苦難に対するフランスの、 共感の証だと述べた。本作で扱われている全体主義体制や検閲、配給制度はアラブ世界の多くで現在も見られるものであり、ニューヨーカーはフランスの移民、亡命者の間で本作の率直な描写が支持されていると伝えている。マシアス・ビーベルはコミックスジャーナルのコラムで本作が少なくとも部分的にはアラブ文化を批判する意図があるとした上で、 半巻を買うことを恐れずに、すがすがしいほど正直で、その上極めて読みやすくて面白い作品にしたことを、賞賛した。2019年時点でフランス5番は4巻まで、刊行されており、全6巻となる予定である。第4巻はフランスで、書籍総合売上ランキング1位を占めた。ユヌジュネス・エイユーマン・オリエント。 2014年5月15日978から2から370730145ユヌ・ジュネス、AU ・エイユマン・オリエント。2015年6月11日978から2から370730541ユヌ・ジュネス、AU ・エイユマン・オリエント。2016年10月6日978から2から370730947ユヌ・ジュネス、AU ・エイユマン・オリエント。 2018年9月27日978から23億7073万12582019年7月に家電車から宇野隆則の翻訳による日本語版第1巻中東の子供時代が出た。第2巻は2020年4月に発売予定。ありがとうございます。